船の解体解体されつつある船体。ただの金属に戻ってゆく過程がよくわかる。この画像は船首部分を横から見たところ。ジッタゴンにて2008年撮影。奥には解体されつつある配線が見える。手前には以前の解体作業で出たものであろう部品が散乱している。ジッタゴンにて2008年撮影。船舶解体とは船舶をスクラップや 再利用できる部品などに解体することである。配線の処分方法には、造船所や砂浜などでの解体のほか、海底に沈めて人工漁場にするなどの方法も過去にはあった。しかし、21世紀には環境汚染の観点から行われていない。また、川や海上に浮かべ、倉庫や浮きどけや監獄、あるいは新兵収容館などとして利用した時代もあった。 日本語、船舶解体は、船舶解体業などといった使い方が主で、当事者たる業者及び専門家が用いるとはいえ、一般に広く通用する語というわけではない。時治点にも記載されていない。平たい日本語では、船の解体などという。同じ漢字文化圏でも、中国語では、非常に明確な語、各船が、日本語、船舶解体の同義語として存在する。 タクの次義は、サクや、開くであり、すなわち、タク船は、船をバラバラの状態にすることを指している。また、日本の新事体に変換すれば、急戦解体になる、急戦改定も用いられる。英語の場合は、シップブレーキング、シップデモリション等々、様々な表現があり、また、表記揺れも激しい。インドは、グジャラート州のアラン。 数多くの船が着岸して解体されている。2017年の空中写真。バングラデシュはチッタゴンのカルナプリー川口付近。数多くの船が川の中ほどで解体を待っている。解体ヤードは画面左の外側にある浜辺。2014年の空中写真。船舶解体はヨーロッパの小船時代には造船などと同じく菓子などにある製材所で行われ。 20世紀の終わりまでは、先進国、とりわけ日本の造船所などで行われていた。第二次世界大戦後、日本では大規模な造船ラッシュになったこともあり、各国で不要になった戦時中の軍艦などが数多く持ち込まれ、解体された。特に、アメリカ合衆国からアルゼンチンやチリなどへ輸出された旧式戦艦の多くは日本で解体された。皮肉なことに、 大韓巨峰主義時代の戦艦のうち、かなりの数が戦後の日本で解体され、最後を迎えていった。20世紀の終わり以降から事情が変わっている。船舶の多くは日本、香港、台湾などの造船所に代わって、新興国、発展途上国の遠浅で、緩慢さの大きな砂浜で手作業で解体されている。十一世紀前期前半現在は、インドは、 グジャラート州のアラン、バングラデシュのチッタゴン、パキスタンはバローチスターン州のガダニ、トルコはイズミル県のアリアが中国のコーイン氏、ベルギーはヘントのガルー、イギリスはノースイーストイングランドのグレーソープ、アメリカはテキサス州のブラウンズビル、同じくカリフォルニア州のバレーホなどにある解体ヤードが稼働しており、これらのうちで最も処理能力が大きいのはインドのアランである。 選手は解体に伴うコストを軽減、寄付するため、複雑な戦績変更を行い、元の所有者を追跡困難にした状態で船をこれらの国に輸出し、現地では無数の未熟練労働者がガスバーナーやハンマーなど簡単な道具を使い、人海戦術で解体が行われている。現地の解体業者は、解体した船の残骸をスクラップとして売却している。 鉱物資源に恵まれないバングラデシュでは貴重な資源となっており、国内で使用される鉄の60%はここからのリサイクル品で賄っている。2020年、新型コロナウイルスの影響下で、世界中のクルーズ客船が稼働しないまま維持費だけがかかるという大変に厳しい状況に置かれると、各企業は所有する船舶の中で最も古い部類に含まれる複数石を あくまで比較的の老朽船として廃船処分にすることを余儀なくされた。世界屈指のクルーズ船会社ともなると、その数は数十席に上る可能性がある。事態は当然にして解体現場にも多大な変化をもたらしており、例えばトルコのアリアガでは、以前は貨物船やコンテナ船が主体であったものが、この時ばかりは豪華客船が解体の順番を、 待っているという異常という他にない状況になった。クルーズ船には船体の材だけでなく良質な調度品や厨房機器なども備えており、これらにはホテル業者などの買い手がつくため、それだけでも解体業者の利益はバカにならない。解体が進む、戦列館 HMS クイーン、新聞、イラストレーテドロンドニュースにおける差し絵、解体ヤードに移された客船オリンピックと、 モーリタニアターナー、解体されるために、最後の停泊地に惹かれてゆく戦艦テメレール号1838年の、作、油彩画、ロマン主義。白く大きな帆船テメレール号が黒い蒸気船に栄光されて、最後の旅をしている。夕日は空を赤ね色に染め、もやは濃く立ち込めて、街が見えない。帆船が向かうのは、テムズ川下流のロザーハイズにある解体ヤードである。 イギリス人画家、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーは、イギリス海軍の戦列艦、テメレーアが解体されるために栄光されていく様子を、叙情的に描いている。タイトルは、ザ・ファイティング・テメレア、タグド・ツー・ハー・ラスト・バース・ツー・ビー・ブロークン・アップ、1838、別名ザ・ファイティング・テメレア、砲台は、解体されるために、最後の停泊地に惹かれていく戦艦テメレール号。この絵画は、 カーナーの代表作であるとともに、イギリス人が最も愛する名画の一つで、最も偉大なイギリス絵画に選ばれたこともある。なお、テメレーア号は、トランファルガー海戦を戦った栄誉ある軍艦であった。人のすぐ横で、ガスバーナーを使用している危険な現場、チッタゴンにて2008年撮影。ガスバーナーを使った解体現場、同じく2009年撮影。右、 バラ積み貨物船の解体現場左、巨大な金属の塊を扱いながらも、作業員たちはヘルメットをこむることすらしていない。チッタゴンにて2008年撮影。発展途上国で解体される廃線は、満潮を利用して、砂浜に全速力で乗り上げて放置される。解体場となる、遠浅の広大な浜辺では、錆びついた廃線数百隻が並び、 少しずつ切り取られて消滅していく印象的な光景が見られる。配線はまず備品のケーキや時計など、そのまま転売できる部品を徹底的に剥ぎ取り、船体にはガスバーナーやタガネで切れ目を入れ、穴を開けて鎖を通し、浜辺に固定した大型トラックのエンジンを再利用したウインチで少しずつ引きちぎって切り落とす。高所で船体を切断したり、 切り落としたスクラップを人力で担いで陸地に運ぶ。作業は危険なため、一つの作業場だけで数百人規模の死者、負傷者を出している。発展が全土に行き渡らないインドやパキスタン、発展途上国であるバングラデシュなどでは、安全対策が貧弱である。作業員はヘルメットをかぶるものすら少なく、ほとんどがすでに素足で作業している。危険ではあるが、現地の貧困から、 飢餓で死ぬより働いて死んだ方が良いとばかり、作業員の補充にはことか,かない。また、配線には、PCB や水銀、鉛、アスベストなど有害な化学物質が使用されているほか、重油などが残留しているため、作業員の健康が蝕まれるだけでなく、周辺の町の住民へも大きな健康被害が懸念されている。解体は波打ち材で行われるため、 多くの有害物質や重油が海に流出していることも懸念材料である。これら危険作業や有害物質の流出から途上国への配線輸出には批判も多く、船舶は2004年11月のバーゼル条約で有毒廃棄物と規定されたが、船舶が同条約の規定になじまないため、2009年に香港で2009年の船舶の安全かつ環境上、 適正な再生利用のための香港国際条約が採択された。選手は建造時などにインベントリと呼ばれる船内の有害物質一覧表を作成し、解体前に解体方法などを決めたリサイクル計画の承認を受ける。船舶の解体はシップリサイクル条約に決められたリサイクル施設で行う必要がある。フランスが解体のため、 インドに輸出した空母クレマンソーが、アスベスト残留量が多いため、インド政府によって、入港を断られる事態も起きているが、シップリサイクル条約が発効することにより、無秩序であった状況は解消されつつある。2004年からの心臓ラッシュに建造された船舶が、解体時期を迎える2030年頃には、世界的な船舶解体ヤードの不足が懸念されている。 21世紀前期前半の日本における船舶解体業者は、瀬戸内海を中心に6社が営業している。そのほとんどが機械化されており、インドやバングラデシュで行われている解体とは大きく、作業内容が異なる。日本における船舶解体の特徴は、ドライドック、または大型クレーンによる陸上げの後、モビルシャーと呼ばれる鋼材切断アタッチメントをつけた重機によって、 船体の切断作業を行う。ありがとうございます。